はいどうも、お疲れ様です。12月9日金曜日朝6時の相場解説になります。まずデイリーを見たいんですけども、どうもね、コマみたいな動きになりましたね。これが2つ連続で続いてます。上髭、下髭は出してるんですけども、ちょっと動きが、うん、ないかなと、実体が薄っぺらくなっちゃった、ちっちゃくなっちゃいましたよね。ちょっとこれ横ばいという風な感じですか。うん、まあ一定の動きはあるんですけども、まあでも横ばいですね。 はい、で方向性があまり決まらないデイリーに対して、えー、4時間足は緩やかに下の方に移ってるかなと円安方向ですよね、えー、かといってここを数時間に関しましてはちょっとこういう風に上に上がってるかなってところなんですよでさらにこれがもうちょっと上に行くのかなと思ったら行かずにですねうんなんかちょっとこうイゴイゴしてると138円ぐらいはクリアすると思ったんですけどもそこに行かずに現在136円の半ばをねプールしてるということになります だからこう上昇したところこの辺りで止まっちゃったかなってところですかねここはもう圧倒的な上昇の速度だったんですけどもねはいで1時間を見てみます昨日1時間でね138円1回タッチしようとしたところなんですけどもガクンと埋まっちゃって結局この辺りに今推移してるかなとでも振り返ってみるとあれですよねこのレンジオプションっていうのがうまくいったとも言えます レンジオプションを決めたのはまずはここそして2つ目がここだからかなり早めにレンジオプションが決まったんですよトレンドがこう来てトレンドがまあ止まった瞬間ぐらいにもうレンジオプションが決まりましたからねその後のトレードが非常に楽だったのは、まあ、レンジオプションですからこういうふうに倍が取れるでしょでここはちょっとねえぐれた感じになってここはロスカット食らいましたよでそのまま上の方のフェーズに変わると思ったら変わらずにまたレンジの中に戻ってきてくれたんでここからねセルに入れる人は入れたでしょ で下の方に行って私は入り損ねましたけどもここでも倍が入れられたはずなんですよでえっ、ー、と一旦上に行って下がってきたんで私の場合は遅れながらここで倍に入れましたけどもまんまとこの波動が取れるわけですよそうすると今度ここでセルがかけられるんでこういう風うな形でまたセルで取れるということです で、今回は下にはっきりと足しなかったんで、私の場合はノーポジションなんですけども、まあ、レンジオプションがここまで維持されていて、うん、なんか、すごく見えやすいなと思った。そんなね、えー、この1時間足でしたね。じゃあ今後どうなるかってことなんですけども、以前これと似たような形ありましたよね。じーっと消しますよ。はい。以前これと似たような形があったの覚えてますえっ、ー、と、レンジオプションをこうやって引いて、で、今これ上の方に行ってるでしょで、ここを越えたらね、 ここを超えたら上に達するまで倍で入ってもいいんではなかろうかってのをね言いましたけどそれと同じですよこれだから今ノーポジションでもうこのまんまあこのねローソク足が上に伸びていくとしたら今みたいなあ入り方があるんですよでちょっとリスクが高まるんでそれをやりたくない方はまあ通常時のレンジオプションを組んだらどうかなってことですつまりここに来たらセルを入れてここに来たら倍を入れるっていうやつですよね 価格はこの2つ136円の085と137298ぐらいですねはいこれで今日もいきましょう金曜日ですじゃあ頑張ってください